おい運転手、俺はこのバスを占拠する、はい、これは名古屋市営バスで今日行われたテロ対策訓練の様子です。訓練にはバスの乗務員ら25人が参加、爆弾を仕掛けられた車両から乗客を安全な場所に誘導するまでの手順などを確認しました。名古屋市では今年1月、市バスにナイフを持った男が立てこもる事件が起きています。担当者は普段から訓練を行って非常時に備えているので安心して乗ってほしいと話していました。